今回は、オッペイモムくらいなら許してくれるわら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 、に対する変態紳士旅人たちの反応集を見ていきましょう。好感度20くらいの原神キャラが許してくれそうなこと、特に意味もなく一心浄土に入れてくれる、膝枕。わすでにやったな、ハグ。もすでにやったな、添い寝くらいしてくれそう。後ろから抱きついてオッペイモムくらいなら許してくれる。ただでさえ大切な人を失いまくってるナディアの好感度を稼ぎまくって色行為でもしようものならすぐにでもスピナディロースらの限界超の結婚記事がフォンテーヌ12で回りそう。実験材料にしないでくれる。よく20まで実験されなかったな。むしろ集大成に使ってもらえるとかではなくて？なりたくない？最高傑作。20になったらナヒーダを膝の上に抱っこするのできるかな。ギリ頭撫でても許してくれそう。二人きりの時なら綿棒外してくれる。雪見大福開けてくれる。好感度20はもう結婚とかじゃない？子供いないところならペルベイレ呼びは許してくれそう。ほとんどセクハラやんけー。召使いをペルベイレ呼びはセクハラになるのか。そうか、なんかエッチに思えてきたな。人の子をはらんでくれる。浮気の心配はないので空っぽに絞り取るのはやめてくれる。え？毎日朝昼晩に長い怪文書を送ってくる綾香お嬢様だって？文書で済むならいいね。名字が神里になってそう。結婚するとビデオレターをくれる。いろいろありすぎる。本人な割と好意的で優しいからこそ、20となると逆に難しいな。参考までに好感度6の時点で神の目を得た経緯みたいなその人物の心の底からの願望を推測できる話を打ち明けてくれたりするけど、それの3倍ともなると異性のキャラならワンチャン何人かはちぎれそう。同性なら特に理由もなく神の目貸してって言われたとしても特に躊躇なく貸してくれるくらいにはなりそう。ぶっちゃけ色行為や縁切りレベルの侮辱以外なら6の時点で結構許してくれそうだしな。いかがわしかったですか？このチャンネルでは原神反応集を中心に夕方5時半、かっこ最近は不定期に投稿予定ですのでよかったら高評価やコメントしてくれるとオープ主のモチベーションにつながるのでありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。